지난남자친구없었을때엄청인기많았던거근데그랬어길가가다가다보는물어보고그랬지 그랬어응근데오빠안믿네응오빠안믿네안봤으니까아마내가처음인이야기인데어나왜이렇게배가나왔어 はい、こんにちは。はい、チャプチェス最後。チャプチェス。今日はですね、まあ落ち込みじゃないんですけども、なんか以前からちょくちょくサラが、うちモテるでと。うちモテるで。今でこそ彼氏いるけど、本当はモテてんだみたいなのを聞いてもないのにずっと言ってきてて、いや、本当かなと思ったんですよ。いや、本当だよ。兄弟ですけども、そういうサラの部分を見たことなかったんで。ああ。でもお兄ちゃんが知らないだけでうち二十歳の時から道を歩いただけで人たちいっぱいついてくるって言うんですけどちょっとにわかには信じがたいなっていうのとだったら証明してもらえるかなっていう証明っていうのを全然いいよ本当にあそんな自信あるんだ当たり前じゃんじゃあさあのこれ見てる人たちも遊びに行きたいとかする時に、やっぱどっか出会いを期待しちゃうっていうところもあるじゃないですか、でなんかできれば、まあ、女子だから声をかけるっていうのはナンパされたい、で、あわよくば思ってるはずなんで、まあ、そこら辺のナンパされるテクニックみたいなのをサラさんから伝授していただいていいですかテクニックとかじゃないんだよね、うちテクニックとかじゃなくてうち歩くだけで出てくるオーラ何それ何それ見てみ歩くだけでオーラどうぞどうぞ感が出てるでもみんな知らないのが女の子はね尻尾を青ホッケ持っているえ、まあ、韓国の男性は割とさ、積極的じゃないですけども、いいなと思えば声かけるのもあると思うんで。うん、本当にうちも今までの声かけられた数を数えてみたら、ほぼ100人はいくよ。ハードル上げるね。でも、おっぱ声本当だよ。こんな突き抜けてるよ、今、ハードル。この企画、本当お兄ちゃんがやるべき企画なんだよな。お前、モテないからできる。モテるから、お前。いや、モテないよ。もう、チョギオ半マジだから。マジで。チョギオ半マジでおじさん。それじゃあ、さやさん、ナンパされるかどうか検証スタートしていいですか。あ、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。ちゃんと見とけ。あー、あいつ来ましたね。なんか、キョロキョロ見てるんだし、一回電話してみますね。もしもし。あの、この場所はあれですね、あの喫煙所ですよね、本出駅の。あ、そこに立つんですか。あの、人の群れのとこには行かないんですね。あそこはダメ。はいはい。あそこにいたらタバコ吸ってる女に声かけられない。あ、そうなんだ。じゃあちょっと見守りますけども。はい、はい、よろしくお願いします。それ今何をしてるの。それうん、寒いの。大丈夫ですか。はい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 、すみません。相手にはちょっと時間を渡す。あ、ちょっと今ゴージャスなオーラが出てて、話しかけにくいのかもしれない。いやいやいや、で出てない出てない。ゴージャスなオーラ出てないよ。足のダンスしてちょっと遊び感出すわ。やばいやばいやばい、痛い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 。絶対話しかけられないでしょ。ちょっとサラさん恥ずかしい、こっちまで恥ずかしくなってきたんだけど。恥ずかしかった。誰も見てないですね。黙って。女の子たちがむしろうちのこと見てる。ああ、ライバル意識。あれあれ、どこ行くの、どこ行くの。やっぱり今日に限ってはサラのが恥ずかしいな。人がいないから自分の存在を出しま
いるよ、人はいるよ。え、ちょっとさ、すいません、ちょっと一回戻ってきてもらっていいですか。すいません。大丈夫？全然なんかナンパされてる感じないんだけど。まあ、みんな緊張してる、うちのオーラのせいで。そんな女の子いるじゃん、綺麗すぎて声かけにくいんだ。自分そういうオーラ出てるから。全くモテてる感じしないんだけど。そんなにうちのことを下目線で見ないで。あなたが結構言ってたから、そういう時もあるのさ。もしかしたら大人のせいじゃないかな。顔が見えにくいのかもしれない。あ、そうか、うん、でもうち髪の毛洗ってないから。洗ってないんかよお前。そっちの方がいいよ。本当、うん、いい感じにボサボサ感もあって。ボサボサな女ってさ、ナンパされやすいから。もうちょっとやっぱこれ悪い意味じゃないんだけど、軽く見られた方がいいじゃん。ああ、そうだね。ガード上がりすぎちゃってるわ。ああ、今、うん、絶対彼氏いるでしょっていう感じ出てるよね。それは違う。あ、場所取られてるよ、大丈夫。おーおー、いいですね。やっぱ髪かき上げちゃって、私ここにいるよか。それ何それ。髪の毛の匂い。誰を狙ってやってんのそれは。ターゲットが分かんない。あ、めっちゃ迷ってるわ。いや、あいつね、多分想像の中ではモテてんだよね。自分のマイワールドとごっちゃになってる節がある。あ、ひどいひどい。あ、さっきやったやつこすってるわ。確かに、ああいう挙動不審な感じはちょっとメンヘラ感あってね。そういうのが好きな男もいますから。ああ一回振り返ったけど、やばっと思って多分引いてて、あ、もう一回見た、もう一回見た、あのこの青いバカ。あ、今来てる来てる来てる、あの青いバカ来てる。あ、もしもし。そしたら左の青いパーカーさらも狙ってるよ。うろちょいしてる、トッポキ屋さんの隣。あいつ3回ぐらいサウナのこと見て立ち止まって戻ってきた。さっきのなんか踊った。こっち見んな、こっち見んな、サラ、サラこっち見んな、警戒される。あ、これあるな。あ、何回も立ち止まっては見てるわ、サラのこと。さっきね、踊りの時に3回ぐらい見てたよ。ちょっと踊って、追加でアピールして。首？あ、もう完全に狙ってるわ。あ、もう完全に狙ってる。あ、マジか。成功するパターン見たくなかったな。あ、でも距離感かかってるね。あー、これ最後の一発目か。何？まだあんの隠し玉。あるじゃん。ここで本で。今警戒されてるでしょ。うん、警戒はほどくマリア。じゃあとどめさせてもらっちゃっていいですか。オッケー。やばいやつだと思います。待って待って、カメラバレた、カメラバレた、カメラバレた。いやね、カメラと目あった、もう行ったでしょ。ちょっと戻ってくるか。いや、お疲れ様です。あ、でももうちょっとだったね。でしょ、見たでしょ。完全にサラのこと狙ってたの。言ったじゃん。だけど、ちょいちょい向こうも引いてんだよ。なんで？え、何こいつっていう。多分ね、最後のとどめでマリアやってた。その時、もうドキドキして声かけられない。あ、ひよっちゃったのかな。うん、あ、あの人、さっきでした。あ、さっきの人、あ、さっきの人いたね。帰ってったね。見たでしょ。あ、でも成功はしてないんだよ。
でも、もともとはこのくらいいたらもう3人くらいにはもう連絡帳聞かれてたけど、今日なんだろうね、場所じゃない？やっぱトッポッキの前とか魅力ないんだよね、場所。トッポッキは悪くないよ。場所だ。あれ、こっちは何ですか？ここは本殿の中間で、確かになんかソロが多いですね、うん、さっきのところは人がいっぱいいて声かけにくかったと思うのね。あ、周りも見てるしっていうこと で、うん、でここはちょっと自然に横にちゃって座った後声かけれるところ、これ男たちのハンティングポイント。そうなの？初耳ね。まあまあでもありそうっちゃありそう。うんちゃん、ちょっとあっち行って。あ、どこそっか、カメラあったら警戒される。ちょっとあれ絶対バレるじゃん。じゃ逆に俺隣行くわ。せせせ。近いですよ。全然来ないじゃねえかよ。やばいやばいやば。いいんじゃねえ。あんなやついねえだろ。なんかかわいそうになってきたな。誰か声かけてくれよ。どないやねん。ジベカイちゃん。最後の一人もちょっと期待したのにさ、全然モテねえじゃん。モテるよ。一人も声かけられてないからね。こんな暗くなるまで。ねえ、なんで声かけてくれないの？俺的感想を言うと。いや、なんか餌が足んなかったかなっていう。で、サラがやってることってちょっと怖い女なんで、ね、ちょっと痛いし、やっぱじゃあどうしたらいいの？それが分かんないってことは別にモテてないんだよ。ベイベルだねでもうち性格はクールだから、クールな人はうちを好きになる。今日の動画1ミリもクールないからね。マジで珍しく体張んな思ったら、お腹すいた。